たに出てきた空に浮かんでるやつのことでパニックになってるわ。何でも屋のトムのエイリアンかと思った。エイリアンは本当にいる。やめなさい。あれはプリドゥエンって言って BOS の飛行船よ。 BOS はかなり進んだ恐ろしい団体でね、人造人間を抹殺するためにここに来た。くそ、これを広く伝えてほしい。 BOS はみんなの敵よ。和平の可能性なんてない。何でも屋のトムがフェール政府計画の先頭に立って、コードネームレッドグレアっていう BOS と取引するの。でも差し当たっては相手の様子を伺ってこちらの軍事行動に近づけないようにする。焦点はインスティチュートのままよ。みんなそれぞれに仕事があるわ。それをこなしてほしいの。本当にフリーダムトレイルを歩いたの？一人で？ごめん、何でも屋のトムが私を見つけた。何かしている。ああ、新しいエージェントか。デズデモーナにこれを渡してと言われた。これを回復させるのは驚くべき偉業だ。だが問題はそこじゃない。わずかな訓練のこと以外、我々は君のことをほとんど知らないが、デズデモーナは本部に招待していた。彼女が副司令官に相談をしてくれていたらよかったのだが、もう済んだことだ。ここにいる以上、君にも仕事を与えないとな。余計な話はいい。外部エージェントの一人、ストックトンが逃亡した人造人間 H222 のことで助けを求めている。それで本部はいつものように他の連中がわざわざ消そうとはしない火を消している。被害妄想にとらわれた頑固じじいが問題の詳細を教えてくれない。秘密の受け渡し場所で話すと主張している。秘密の受け渡し場所って？やれやれ。秘密の受け渡し場所はレールサインのある郵便箱だ。我々にとって最も一般的な連絡方法だ。見逃さないようにしてくれ。ストックトンと接触する場合、正しい合言葉を言わないと彼は相手にしてくれない。現在の合図はガイガーカウンターを持っているかで、それに対する合言葉は店の中にあるだ。それくらいはディーコンから教わっただろう。必要なことは教わったわ。合言葉も。救いようのない嘘つきだが、君への訓練を完全には怠っていなかったようだ。ストックトンはバンカーヒルでは有名なビジネスマンだ。受け渡し場所もその近くにある。裏にある避難用トンネルを使えばすぐにたどり着ける。つけられていないことを確かめて。もしそうなら私たち全員がそうなるから。これらは役に立ちそうもないです。置かれていてもいいはずです。やった。
ょっと待った。ここを通りたきゃ金を払ってもらう。100キャップ。待って。そんな金額払えるように見える？じゃあ75でどうだ。合理的に頼むわ。50キャップ。もう譲らんぞ。最後のチャンスよ。いい値段にすれば誰も怪我しないで済むわ。払わないならあんたが怪我することになる。払わなかったら？あんたは死ぬ。他に聞きたいことは？どいて。好きにしな。防衛的に対抗手段。確かヤッホーと表現するのですよね。ね、何か必要ですか？私たちだけでは戦闘オペレーションを。関連データのために後でログを見直します。早くしてほしい。荷物はまだ持っています。これ以上長引くと荷物の安全は保証できません。通信終了。ヒーロー気取りか。バンカーヒル、すごく来たかったんです。ツアーはあるでしょう。彼らは大変な思いをしてここを防衛しました。ようこそいらっしゃい。ガイガーカウンターを持っているかね。ここが気に入りました。店の中にある。あなたが？私はもっと男性的な人だと思っていました。あなたは私の友人の仲間ですよね。
そうと言っておくわ。やっぱりまだ仲良くなったばかりだろ。知っておいてほしいのは、ここが最初の目的地ということだ。我々の新しい荷物の。だからここの安全を確保し、不必要な遅れを避けることはとても重要なんだ。なぜ全ての荷物がここに？その答えを知らないなら、私が教えるべきかどうかわからない。商人は常に効率よく商品を運ばないといけないわ。我々が商人？とても混乱しています。その通り。今私の手元にある荷物は届いてからかなり時間が経っている。その荷物を近くの目的地に届けなければならないんだが、レイダーたちが問題を複雑にしている。そこで奴らを配送ルートを確保する。任せて。荷物の配達は夜間に行われる予定だ。邪魔者たちの始末が済んだら、太陽が沈んだ後に会おう。時間切れだ。クソったれ。あれはなんだ。ほらいたぞ、チビのピッチ。援護射撃が必要だ。何見ている。
問題はないようだ。彼が H222 だ。 H2、 ここにいるのが前に話した人間だ。はじめまして、H2。 私に会うことを喜んでいる者が他にもいる。これに慣れるには時間がかかりそう。私が話したことを忘れるな、H2。 合図を灯す。これでよし。もう私は行かないと。 H2 を守ってくれ。すぐに誰かが来る。ルツナ、プロフェッサーだな。君の話は聞いた。フリーダムトレイルを歩いてスイッチボードを制圧した。組織に加わってくれてよかった。ここへは荷物を受け取りに？ああ、荷物を受け取りに来た。そうだった。いや、大丈夫か？少し困惑してるけど調子はいいよ。別の男性が、彼はあまり話しすぎるなと言ってた。それでいいんだ、H2。君にはちゃんとした名前と新しい顔が必要なんだが、それは後だ。レイダーたちが俺の後ろにいる。悪いが、もう少し力を貸してくれ。数が増えても何も問題ないわ。本部の大物は頼りになる。タイコンデロガの隠れ家に行かないと。俺の家だ。ボート事故を生き延びた人造人間が大勢いる。彼らは俺たちが連邦から脱出させる。タイコンデロガで何を？仕事の大部分は新入りの面倒を見ることだ。彼らは山ほど疑問を抱えているから、できるだけ答えるようにしている。こっちから質問をすることもある。インスティチュートのことやその他のこと。エージェントが悪い連中に追われている場合、身を隠すために寄ることもある。だから退屈はしない。俺が案内する。したかもしれません。あなたの脈拍とバイタルサインはまだ許容できる範囲内です。近くに誰かいます。有効的なのは。H2、 進まないと。
あハイライズ。着いた。君みたいなエージェントにとってはいつもの仕事だろ。業務の一部のつもり。グローリーより君の方を好きになりそうだ。食べ物や弾薬、もしくは仮眠を取りたくなったらエレベーターに乗ってタイコンに来てくれ。隠れ家は好きに使っていい。とりあえず今は H2 の面倒を見ないと。それじゃ。妙な真似はなしだ。あなたたちはこんな場所で何をしているの？仕事だよ。キャップを稼がなきゃならんだろ。ジェットは金がかかるんだ。あなた何か欲しそうにしてるわね。どう、当たってる？売ってるものを見せて。あなたの欲しいものならきっとあるわ。ね、もしちゃんとした取引をしないつもりなら帰ってくれ。問題は起こさないわ。だといいかな。スタッシュは俺以外の誰もの面倒を見てくれる。俺たちは人食いグールのようにお前に取り付いてやる。え、少しお時間をお借りしてもいいですか、マダム。少しなら時間はある。ここまでの旅を通して情報収集に力を入れてきました。それで自己診断したところ厳しい結論に達しました。私の科学的進歩を妨げていたのはデータ不足や共同研究の少なさではないのです。これまでに偉大なロボット科学者はいませんでした。これは避けられない現実なのです。ロボットは素晴らしいことができる。間違いなく科学に貢献しているはずよ。人間から支持されている時だけです。自分たちだけでは意外性のないレール上を歩いているだけなのです。アインシュタインや私の名前の由来となったキュリーなど歴史上の偉大なる科学の賢人たちはローデータの解析能力以上の何かを持っていました。彼らにはひらめきがあったのです。この神出鬼没の創造性こそ手に入れなければならないのです。できる方法があるならやるべきよ。そう、やらねばなりません。この不思議な世界で医学の知識を深めるには大冒険に出るしかありません。人間もしくはできるだけそれに近い存在にならなければいけません。私の全てを人間の脳にダウンロードする方法を見つけなければ。助けてくれるかもしれない人を知っている。ドクターアマリよ。お願いします。彼女と会って話さなければいけません。不可能な目標かもしれませんけど追求しなければならないのです。精神はとてもデリケートなものだし、たくさんのことを経験しているから気をつけて。ドクター、my friend here needs your help。 あら、メカニックじゃないわ。彼女は私に何の用があるの？先生、こんにちは。人間の脳に私のデータとコアプログラムをダウンロードしたいのです。何を？何をしたいって？
彼女は本気？こっちを見ないで。彼女のアイデアよ。なぜ欲しいの？知って、病原体とウイルスの研究を進めるためにプログラムされました。ロボットシステムの基本的制限がある限り、それを成し遂げることができません。人間になれば、データバンク内の豊富な情報をもとに連邦に多大なる貢献ができると思っています。知識、技術、それと人間の認識力を持ち合わせた戦前のロボットか。確かにたくさんの命を救うことができるでしょう。これは面白い問題ね。記憶はさほど難しくないでしょう。ここでは常にそれらを脳からコンピューターに変換しているからね。ラウンジはそういう仕組みよ。しかし彼女の性格はどうかしら。ロボット的なプログラムされた意思決定力などの余分な部分は。普通の有機体の脳みそはそれらの扱いに困るわね。人造人間の脳ならどうかな。すでに両方の中間のようなものだし。つまり可能なの？可能性はある。人造人間が必要よ。それに関しては手立てがある。人造人間には処置を施したことがある。記憶消去をしてインスティチュートのない人生を過ごせるように。でも処置がいつも成功するわけではないわ。何か問題が起これば脳死状態に陥る可能性がある。生きてはいても認識ができない状態のことよ。ある脳死状態の人造人間の世話人をしているわ。もし協力的であれば、あなたの友人の意識を彼女に移してみてもいい。この手術を行う意思があるということ？私の患者はリスクを承知で記憶交換を望んだの。彼女は新しい人生を欲しがっていた。私は失敗した。だけどこれは、この処置は彼女の望みを叶えることに一番近いのかもしれない。だけど私は判断を下せない。世話人の判断ね。連絡が取れるまで一日だけちょうだい。警戒心が強いけど話は聞いてくれると思う。先生と一緒にいます。全てうまくいくと前提して処置に臨む際の準備をしておきたいのです。世話人が目的に同意してくれることを願います。さて、若い頃は変なものをたくさん見たが、飛行船？わお。G519 にロボットの脳みそを入れたいというのは君のこと？彼女は人造人間だということを知っているはず。本をすべき者たちよ。グローリー、彼女は新しい記憶を欲しがっていた。そのために自分の性格が全て消去されることを知っていたわ。違う記憶なだけよ。もしかしたら彼女のものよりいいかもしれない。わからない。彼女を手放した方がいいのかもしれない。彼女の犠牲が他の誰かに命を与える。それは彼女が喜ぶと思う。分かった。やってくれ。気が変わらぬうちにやってくれ。キュリー、始めましょう。最後まで見届けるべきだね。全ての不必要な作業を停止して。よし、接続完了。友人の記憶にアクセスできるわ。 G5 はすでに準備完了。すぐに終わるはず。はい、できた。私、胸が、何が起きてるの？息をするの、自律機能よ。体の好きにさせてやって。気分が、
とても変な気分です。話を聞いて。聞こえる？名前は何？私の称号は感染症脆弱性診断技術ロボットです。通称キュリーです。期待できそうね。よし、上出来よ。じゃあ認識機能をテストしてみましょう。1たす2は3です。ベースボールのボールが頭に投げられたらどうする？動きます。思い入れの深い記憶を考えてみて。最初に頭に浮かぶものを教えて。ドクターバローはとてもご高齢でした。ボルト81で、私が住んでいたセクションでは唯一生存していた科学者でした。とても衰弱していて、自分のベッドで横たわっていました。キュリー、あなたは？と私に語りかけてくれたのですが、何かを言い終える前にお亡くなりになりました。あら、内側が変な感じがします。何が起きてるのでしょうか？どういう感じなのか教えてくれない？わかりません。胸がきつく締め付けられます。かわいそうなドクターバロー。手術は成功したように見える。だけど相当な調節が必要だと思うわ。彼女がうまく順応できるようになるには、あなたの力が必要になるかもしれない。ありがとうございます、先生。この機会を与えてくれて。たくさんのことを経験したので、いつか平穏が訪れるといいんだけど。データの流入は処理しづらいです。わけのわからないことを言ってしまったら申し訳ありません。対処します。いいわ。このコミック本は教育的なのですか？科学に関することは書かれていますか？ G519 はたくさんの苦しい思いをしたが平気だった。しっかりしていた。少しでもその要素がまだ残ってるといいんだが。残ってなかったらせめてこの手術を価値のあるものにしてほしい。 G5 はどんな人造人間だったの？強情だった。SRB が記憶を何度も強制的に消去しなければいけないほど強情だった。 G5 と会った時、彼女は全く気づいてくれなかった。だけど彼女にはインスティチュートにいた時の借りがあった。これ以上は話せない。 G5 を失ったことは辛い。だけど彼女は自分の死が意味あるものであってほしいと願ったはずだ。本部でまた会おう。ね、何かお手伝いしましょうか？すみません。忘れない。呼吸をすること。このことを忘れてしまったらキュリーがいなくなるのではと考えてしまいます。やることすべてに興奮を感じるのですが、何か新しい要素が含まれているのでしょうか？腕が吹き飛ばされてしまったらどうしましょう？今までのように簡単に修理ができなくなりました。心配しなくても守ってあげる。気分が良くなりました。落ち着きます。私は大丈夫です。徐々に理解できるようになります。なるべく早めにと望んでいますが、時間がかかるとは思いますが、少々辛抱してください。この素晴らしいハードウェアを使えば研究も発展すると確信しています。
死ぬ時間だ。ボストン顧問、探索しませんか？大丈夫？何か私に求めていますか？あ、ねえ、ちょっといい？ええ。別々な道を歩むべきだと思うわ。また旅の続きができることを楽しみにしています。Can I ask you something? Are you interested in coming to work for me?